衝撃の PC エンジン発売から2年1989年年末にですね、シャトル、コアグラフィックス、そしてこのスーパーグラフィックスと怒涛の3連発、一気に発売しました。 NEC 恐るべし。はい、今回は PC エンジンスーパーグラフィックスですね、でかいですね、なんといってもまさにこうエンジンの形をしてます。6気筒エンジンでしょうかね、価格はですね、なんと4万円ぐらいしますね。どでかいです。価格もどでかい。ここにね、ヒューカードを入れますけども、ちゃんと HE と書いてあります。ホームエレクトロニクス。ここね、エンジンのような感じになってます。六角ナットなんですが、すべてプラスチックです。プラスチック。正面を見ていきますけども、思ったよりもね、ぺしゃんこなんですけども、ここがコントローラーを挿すポートになりますけども、横にですね、ちょっと拡張ポートというのかな、あります。使ったことがあるんでしょうかね。右側面がですね、AV アウトですね。それに対して今度は左側面に特にないですね。ちょっとなんかへこみがありますけども、特にないです。後ろの出っ張った部分に AC アダプターを挿す穴がありますけども、ここに何でしょうね、謎のスイッチがあります。何でしょう、こいつコア構想の重要な部分ですけども、コネクターというのかな、拡張バスがあります。今度は裏返しにしますけども、特にね、拡張コネクターみたいのはありませんね。で、定番の型番が書いてあったり、使う AC アダプターが書いてありますけども、なんとこのデカさで消費電力が 7W です。いかに今のが電力を食うマシンなのかが分かりますね。ではですね、その他に入っているのが AC アダプターです。NEC 系はですね、常にこう AC アダプターが各マシン専用になってますね。 DC 9V 800mAh、 なんかファミコンに近いですね。センターマイナスです。特にこう PC エンジン系は AC アダプターが各ハードでそれぞれ専用になってます。コントローラー、これ実はちょっと同梱版と違いますね。カラーがちょっと違うんです。もうちょっとね、これ青いんですけども、どっか行ってしまいましたねなんかいっぱい転がってて分かんなくなっちゃいましたけども、これはデュオですね。デュオカラーです。まあ同じものですね。このプレートの色がかすかに違うといった感じですけども、まあ最後に必要なこの AV ケーブルです。まあこいつをですね、本体に挿して、あとはテレビ側にこの赤白黄色といった感じでしょうか。でソフトの方ですが、スーパーグラフィックスなんか違うのかなと思うんですけども、なかなか違いが分かんなかったんですが、このね、帯の部分っていうのかな、ここにスーパーグラフィックス専用と書いてあります。パッと見ですね、分かんないですね。このぐらいでしょうかで、カードの方ですけども、カードの方も形というかね、大きさ全く同じなんですが、ここにスーパーグラフィックス専用ソフトと書いてあるので、まあ、このぐらいで違いがわかるかなと思いますけども、特になんかカードそのものに変化があるわけではないです。ではいよいよ起動していきたいと思いますけども、まずはここにですね、何でしたっけ、 AV ケーブルを挿しますけども、先に AC アダプターでいきますか。まあ、ここはいいんですが、ここのね、サイドの突起物がちょっと困るんですよね。思ったよりも横幅を食いますので、いやー、ちょっとこう、なんでしょう、設置スペースの問題が出てきそうですね。できれば後ろか、さっきの突起物のあたりに出力があるといいんですけども、まずは通常の PC エンジンヒューカードで
ていきます。スーパーグラフィックスではありません。ポチッと。ちゃんとね、昔のソフトも使うことができます。まあ普通にプレイできますね。まあできないと困っちゃうんですけども、まあこんな感じでプレイできそうですよ。まあせっかくなんでボンバーマンですね、やっぱファミコン版と比べて圧倒的にグラフィックスが良くなってます。ファミコン版ボンバーマンに配慮したのかどうなのかわかんないんですけども、発売はなんとこのスーパーグラフィックスよりも後の1990年なんですね、このボンバーマン。まあプレイ感覚は同じですね。まあ爆弾を置いて敵を倒しつつ、あのブロックの中に隠れているアイテムを探すといった感じですけども、これは失敗ですね。なんとかこっちにおびき寄せてと、敵をギリギリで、こんな感じでね、確実、おアイテム出ました。火力アップでしたっけ。いい感じ。まあちょっと遊ぶのが目的ではないので、早速ですね、もう一つのスーパーグラフィックス専用のねソフトです。これ専用ですので他の PC エンジンでは動かないといった感じですが、おハドソンソフトのロゴがちょっと違うような気がしますが、どうなんでしょうね。バトルエイスと書いてあります。この辺はスーパーなんでしょうか。メモリーが増強されてるようなんですけども、まあとりあえずポチッと。ちなみにこのねバトルエイスはですね、スーパーグラフィックスと同時発売のローンチでしたけども、どうでしょう。この辺は滑らかな感じがしますけども、圧倒的グラフィックスかというとどうなんでしょうね。まあ確かに処理が早そうに見えますけども、比べるものがないので何とも言えませんけども、あとはやはり現在の、お回転しましたね。回転したのはいいんですが、やられてしまったようですよ。これはダメージ性じゃないのかな。このままもしかして墜落一発で終わりかよって、実戦さながらですね。さあ仕方ない、そういうことならば確実に仕留めていきたいんですが、回転機能はスムーズですね。こんな感じでよく回ります。なかなか敵に弾が当たらないんですがあんな真正面で当たらないんだからな。さあ来い。お危ない、こうミサイルの回避がなかなか難しいですね、敵の。お当たった、当たりました。たまたまっぽいですがなかなかこうロックオンとかないんで大変だなすぐ回っちゃうしな。お2機目、2機目倒しましたよ、ついに。さあ来た来た。あレーダー見ればいいんだね、レーダー。あレーダーに見とれていたら敵の弾に当たってしまいました。ここで持ち直せないのか、やばい。もしかしてこれ最終機。さすがにちょっとね、もうちょっとこの背景に一工夫欲しいですよね。ただのこう地平線を走ってるというか飛んでる感じがしますけども、もうちょっとなんか建物だったり雲だったりが欲しいですね。もしかしてこれ雲の上とかそういう設定。あれなすすべもなくやられてしまったようです。これがスーパーグラフィックスなのか。ゲームオーバー、なんと500点だって500点とか高得点なんでしょうかね。さあ CD ロムロム、せっかくね拡張バスがありますんで差し込んでみたいんですけども、刺さんねえって感じですね。どうすんだこれ
まあアダプターが確かあったと思うんですけども、やっぱりですね、もう一台こいつスーパー CD ロムロムとドッキングさせるのがロマン的ですね。なんともこうカンブリア紀な感じな生命体に見えますけども、ちょっとですね最後にスペックを書いておきますが、通常のね PC エンジンのグラフィックスチップを2個搭載することにより、まあ理論上スプライト、バックグラウンドを2倍に増強できたと。細かいことはよくわかんないんですが、とりあえずスーパーなんです。はい、いかがだったでしょうか。 PC エンジンスーパーグラフィックスでしたけども、このね1989年年末の1ヶ月の間に3機種を一気にリリースするというね、まさに PC メーカーならではの策略というのか戦略というのか、まずはこの廉価版シャトル、通常版のコアグラフィックス、上位版のスーパーグラフィックスと、ちゃんと住み分けはできているんですけども、当時ねハードといえば発売したらしばらく新ハードは出ないと思っていたんですが、一挙リリースされました。次回は CD ロムロム接続編。ではまた。